バルセロナのリードで試合が再開されます。このままバルサ勝利といきますでしょうか。中にスペースがあります。ディフェンスがうまく対応。今日のホームチームはすでにグループの首位通過が決まっています。余裕がありましたね。これでトーナメントゴールが狙えそうです。決まった。なんというフィニッシュでしょう。このスーパーゴールを前に観客席からひときわ大きな歓声が上がりました。相手に捕まったかと思ったんですが、レインボーフリックで一瞬にして相手を抜き去ってフィニッシュまで持ち込んでいます。この選手は見せてくれますね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくもの。